2022年7月集まったたくさんの報道陣に披露されたのは新しい時代の幕開けです。トヨタの新型クラウン。でもこれどれがクラウン？発表されたのは16代目となるクラウン。それもスタイルが異なる4つのモデルです。これもこれもそしてこれもこれも全部クラウン。シリーズ全体で年間20万台をおよそ40の国と地域で販売する計画です。国産高級セダンの代名詞と言われているトヨタのクラウン、その歴史は。全ての挑戦は初代クラウンから始まったのです。初代クラウンが発売されたのは1955年。ドアを観音開きにしたのは後部座席への乗り降りをしやすくするための工夫でした。そしてバブル期の頃に登場し、いつかはクラウンのキャッチコピーで憧れの高級車というイメージを定着させたのがこちらの7代目。続く8代目はボディサイズを拡大してより一層ゴージャスに。歴代最高の販売台数を記録しました。その後もクラウンはモデルチェンジのたびに進化を続け、快適で贅沢なドライブを提供し続けてきました。初代登場から67年、クラウンは16代目にして新たな局面を迎えました。15代続けて大事に大事にやってきたからこそ、今回これを型破りと言っていただくかどうか分かりませんが、少なくとも日本から世界にチャレンジする車としてですね、スタートラインに立てた。新たなクラウンはこれまでの高級セダンというイメージを一新、さまざまなスタイルに対応する選択肢を用意しました。第1弾はセダンと SUV を融合させたクロスオーバー。セダンのような流線形のデザインと SUV 特有の視認性の高さを併せ持つモデルで、この秋発売の予定です。日本のクラウン、ここにあり、それを世界に示したいと思っております。次回、サブスクで車の進化？